兄さんはずっとスコアを憎んでいたわ。この部屋でいつも言ってた。ちょうどあなたの立っている場所で、ホドを見捨てた世界を許さないって。どうしてホドにこだわるんだ？16年前のホド戦争で、マルクトリオのホド島が消滅したでしょう。そこが私と兄さんの故郷なの。ホドはアクゼルスと同じようにクリフォトに崩落したわ。その時、兄さんと私を身ごもった母さんもクリフォトに落ちた。多分兄さんも不可を歌ったのね。私が外郭大地へ行く前だったわ。兄さんが珍しくこの町へ帰ってきたことがあったの。アッシュは何かに感づいているようです。アッシュは妙なところで潔癖だ。この計画が外郭の住人を消滅させると知れば、おとなしくはしていまい。シンクを監視につけましょうか。そうだな。兄さんは何かとてつもないことを企んでると思ったわ。少なくとも人がたくさん死ぬ。そんなの許せない。たとえホドがスコアのせいで見殺しにされたんだとしても、分かった気がする。あなたにお礼を言われたの初めてだわ。え、そうだっけ。二人が仲良くなって嬉しいですの。別にそんなんじゃねえって。ところで何を取りに来たんだ？フォニム学の本よ。あなたに必要だと思って。なんで？あなたは超振動を制御する術を学ぶべきだわ。超振動もセブンスフォニムで発生するから役に立つはずよ。そうだな。ありがとう。ユリアロードは会議場の右側よ。行きましょう。